ファンタジーバスケットボールはファンタジーベースボールに触発され始まったバスケットボールゲームの一種。プレイヤーは仮想球団のゼネラルマネージャーとして実在のバスケットボール選手を一定のルールの下に編成して仮想の自分のチームを作り実際の NBA 選手の成績をポイント化して総合ポイント等を競うゲームである。当初は ESPN NBA.com と Yahoo が日付け役としてサービスを展開していたが、現在はアメリカを中心に注目を集めており、無数の類似サービスが存在する。基本的なルールはファンタジーベースボールを参照。固定されている、全体的に決まっているルールは存在せず、サービスによって基本ルールが異なる。なお、サービス内でもリーグが存在し、 リーグ別にルールを設けることが可能な場合もある。以下にてよく使われる共通ルールを記載する。このゲームの使用上、実際の NBA の試合結果や選手成績が使用されているが、実際サービスによって使用される情報は異なり、最小で3項目から最多で11項目までのデータが扱われる。よく使われるデータとして以下が挙げられる。 上記以外にも、詳細まで計算するサービスも存在し、以下のようなデータも参照するケースも存在する。上記以外にも、稀にリバウンド数をオフェンシブとディフェンシブに分けて、計算するサービスも存在する。サービス運営人は、上記で紹介したデータのうち、実際どれを、どのような計算式で使用するかをよく考えないと、サービス上で成績の偏りが生じてしまう。 選手のポジションにより点数の割り振りが不公平な結果になりかねない。例えば、得点、アシスト数、スティール数しか扱わないサービスはこれらの分野で、飛躍しやすいガードのポジションの方が高得点を獲得してしまう。大きく分けて2種類の選手獲得方法が使われている。固定された人数でのリーグにて、時々扱われる。ルールとしては、 参加プレイヤーがランダムで順序付けされる。プレイヤーは順番に一人ずつ選手を選んでいく。一通り選び終わったら、今度は順序を逆にして、また一人ずつ選んでいく。全プレイヤーのロスターが埋まるまで2と3を繰り返す。登録時に運営側からある金額を渡されて、オークションのように他選手と払える金額を見せ合い。 金額が一番高いプレイヤーが選手を落札できるシステム。ロスターを最低人数まで埋めないと参加できないような制限がかけられていることが多い。上記のようなリーグの最初に選手をすべて獲得するシステムとは異なり、リーグ開催中に何度でも選手の売買ができるシステム。上記にはない以下のような制限が課されているケースが多い。 複数プレイヤーが同じ選手を獲得することができる。売買状況により選手の値段が常に変動する。売買するたびに手数料がかかる。日本でのファンタジーバスケットボールの普及率はまだ低く、サービス数もまだ少ないのが現状である。ファンタジースポーツジャパン社がバスケットボールを題材にしたファンタジースポーツを運営している。また、 モバイルサービスとしては、吉本クリエイティブエージェンシーとマイクキューが共同して2010年4月から NBA の選手データを扱った NBA オールスターズというモバイル専用のファンタジーバスケットボールサービスを始めた。アメリカではアメリカンフットボールをはじめバスケットボール、ホッケー、ゴルフなど野球以外のスポーツでもファンタジーゲームが普及しており、一般に ファンタジースポーツとしてオンラインスポーツシミュレーションゲームとしてジャンルが確立されている。近年ヨーロッパでも各国リーグのサッカーを題材としたファンタジーフットボールも普及し始めている。日本ではバスケットボール以外のファンタジースポーツとしてはヤフージャパンがファンタジーサッカーを2003年シーズンより提供していたが2010年2月15日をもってサービス提供を休止した。 ありがとうございます。